今回は友人からもらった神戸六甲の三つカステラというのをご紹介します。西宮ラジオのサービスエリアに売っている限定商品だそうですよ。機会があったらぜひ買ってみてください。包装紙をめくるとこんな風にね、Kのマークですね、出てきました。箱の蓋を開けると柔らかい白い紙に包まれています。これそっとね、紙を広げてみます。三つカステラが見えてますね。さて、ビニールから出して、ちょっとお皿の上に、ね、置いてみましょう。表面には薄い紙が乗ってますね。じゃあこれもね、取ってみましょうね。じゃーん、現れました。ぐーんとカメラを近づけてみますよ。表面がね、なんかこう蜜のじゅわっとした美味しそうな感じが、にじみ出ていますね。側面はザラメっぽい感じですね。ではまず真ん中から切ってみます。よいしょ。そして右の方から均等に切っていこうと思いますよ。うまいこと切れてますね。はい、いい感じです。ちょっとね、お皿がフラットじゃないので、切るたんびになんかずるっとずれますけどね。まあそこは気にせずいきましょう。はい、綺麗に切れました。素晴らしいですね。六甲牧場、六甲のハニー牧場の蜂蜜が入ってるようですよ。そして丹波で、放し飼いで育てられた鶏の卵も使われてますね。兵庫県の氷上郡の美味しい牛乳も入ってます。地元のね、美味しい素材をいっぱい使ってできた三つカステラです。お皿に置いてみました。ではいただいてみましょうか。ちょっとフォークでね、切ってお見せしますよ。いい色ですね。はい、どんな風にお見せしたらいい感じかな。こうかな、うん、こっちかな。いやいやいや、こっち向きかな。これがいい感じですね。美味しそうな感じです。はい、アップです。じゃあ食べちゃいますね。はい、しっとりしてます。カステラというよりもバターケーキのような感じですね。美味しいです。本当に美味しい。もうあと一切れでね、もう軽くいっちゃいますよ。もう何切れでも食べれそうな感じです。スタッフにもお裾分けしようと思います。はい、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。